はい、どうもザンダルケです。というわけで今回はコールオブデューティーワールドウォー2の動画なんですけども、ワールドウォー2ね、各マップごとにこういった形で固定機銃っていうのが設置されてるんですよね。こちら結構種類が豊富で、こちらに設置されてるのが MG42 っていうタイプと、あと戦車の上に乗ってるのが M1919 だったっけ、それだと行く行くかなんだっけな、 M19 なんとかみたいな形の、まあ、固定機銃があったりだとか、本当にね今作固定機銃が豊富なんですよね。これがやっぱりめちゃめちゃ強いんですよ。ベータの頃もねめちゃめちゃ強くて、これでチーデスでひたすらイモリ続けるだけで30キルとか簡単にできるんで、本当にこうベータの頃からコメント欄がねファニーキルかもしてたんですけども、こちらのねぶっ壊れ LMG 先輩なんと、師団の機構の、プレイステージを一周回すだけでこちら MG42 が使えます。まさか固定機銃が持てるとは思わなかった。いやこれ本当に強いからね、これゲットした時めちゃめちゃウキウキしましたからね。やべえって、固定機銃、あのぶっ壊れ固定機銃が蘇ったみたいな。ほら全く一緒。今これバイポッドつけて撃ってるんですけど、めちゃめちゃね強いんですよ。これが固定機銃の方のレートで、こちらがはい、若干ね心なしかレートこっちの方が速く感じるんですよね。でこれラピファつけてないんですよ。これにラピファつけるとめちゃめちゃ強いんですよ。っていった形でこちら、かなり LMG の中では強い銃となっております。今作の LMG って基本的にあんまり強くないんですよね。普通に AR だとか SR でぶち抜かれるんで、あんまり今作の LMG 強くなかったんですけども、これ使ってまた世界変わりましたね。ちょっとさあ、というわけで早速やっていきたいと思います。やっぱりね LMG 使うんであればドミネーションでしょう。まあ、今作はなんか基本的に AR と SMG がガンガン取ってくるイメージなので、あと投げ物がやっぱ強いんでね、定点が同じところでねとどまるっていうのが結構危険行為なんで、なんか今作のなんだろう LMG っていうのかなっていうのがあんまりキルレが取れないような形なので、非常にね、まあ、ドミネーションのバランスとしてはいいんじゃないかなと思います。やっていきましょう。さあチャーリー行きましょう。とりあえず開幕、あ一人タチャンが取りそうだな。これやばいやばい、敵もいる、やばいな。どうする、味方 SR 抜いてくれ。お前よー、俺は止まられねえからよ。もう一体よし、マジか、それ負けるのか。あれ開幕のさ取り合いマジで不毛だよねあの殴りは本当やめてほしい。で一応今回こちら、角間とラピッドファイヤー持ってきたということで、ちょっと B 行ってもいいんですけども、今私ジャケがついてないのであんまりあっちに行きたくないで壊す。基本的にまあ AC あたり守っておきましょうか。はい強い、はい強い、いるね。絶対リス狩り来る、リス狩りかも。来へんやんけお前、来ないな。これちょっと B の援護行きましょうか。後ろから失礼するぞ。待って、なんかあそこシャベル持ってるやつおったけど、いるね。はい、ブレン機関銃ヘッドショットいただきます。あれ待って、その先いる、その先に俺はいるからよ。よし、敵どこにいるの、いるよね。50人いるはずなんだ。50人じゃないわ何言ってんの俺、あれ6人いるはずなのになぜこんなに人が少ない。待って、フラグ飛んでくんなこれ、怖いな。その勝因に紛れて来るな。よし、オッケー、ダブルキル。いや普通になんかね爽快感あるよね。あ待って、リロードができてない。このリロードめんどくさいなお前。そう、普通にラピファーあると LMG でもかなり爽快感があるので、ストックがついてると。そこら辺ちょっといいですよね。危ない、負ける、危ない、百式。待って、希望の花、オッケー、つける。待って、いるよ、銃剣銃剣強すぎかよ。さあ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 、99人です。いいですね、キルレはやっぱり取ってるけど B に絡んでないんで、スコアが多少低くはなってくる。頑張って旗絡みをしていきたいんだけど、これエイム歩きいいよね。うん、本当であればバイポッドつけてやっていきたいんだけども、バイポッドつけるとやっぱブレがなくなったりだとか、あとリロード速度が上がるんですよね LMG の。なので結構、いやーそれ基本的にね、LMG はやっぱり機構をつけてバイポッド先輩でゴリゴリやっていくのがいいんですけども、ちょっと今回はやっぱ爽快感を出したいということで、イモルよりも歩兵でゴイゴイストックつけてやっていきたい。後ろ、これ LMG でも突れるんだぞと今作は。まあ、本来であれば突れないんだけども、ストックをつければ ADS しながらであれば全然突れない。そう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 、オッケー、つける。待って、ちょうだい、マシンピストルでこっちから行こうか。こっちの外周、 C 外周から敵をハイオール混沌していきたいんだけども、敵さんいますか、いる。あ待って、ちょうだい、汗で滑った割と真面目にさっき汗でつるんっていった、つるんっていった、つるんつるん、待って、やばい、そうそうそう、トークしてる間にやられちゃう。でこれ一回 B 隠れるか、逃げる。いや、ああやって投げ物来るんで、やっぱ同じ場所でとどまるのが非常に危険。左から顔出せ、いるね。よし、オッケー。で、多分まだその先にいるんだけど、PPSH 拾っていきましょう。いいね。よっ、PPSH、さすが、この距離もやれるんです。合わせダブルキルコ、あ、トリプルキルコース、あー、ブレン機関銃。これ、ブレンだよね。なんか、あれこそなんか LMG っぽいよね。さあ、ちょっと B 行きましょうか。これ、普通にさ、B 突いけるんじゃない?この武器で。いけるんかな?ね、ストックあるし、食い泥もついてるんで、多分いけると思うんだけど、いるね、その時。したかこれ、こんにちは、オッケー。センター怖いな、こっちにフラグ投げ、あ、いるわ、影が見えてるんだよお前。
とりあえずキルレは取ってるんですけども、そんなにあれですね、あの旗絡んでないですね。防衛とかここの B 防衛はあの投げ物投げたら誰でもね防衛できるので、待って、その LMG 使わせてほしいんだけど、お前とりあえず LMG カットしてくれるのありがたい。そのまま C 行こっか。待って、味方いるよ、頼む、弾幕頼むよ。いるね、奥いる。そこ投げ物投げて一回下がる、ジャンプ、オッケー、ダブルキル、いいっすね。そのまま奥に行くんだけど、見てる、味方見てるよ、その先行け。うんー、オッケー、待って、フラグある、怖い、やばい、もうリスポーンがガバーここまで押してリスポーン変わんないからね、本当に難しいよこのゲーム。さあまだ B 誰も取っていない。これは対偵察機か、なんか B にブレンキ感じいるね。ブレンキ感じ VS Y の MG、 勝負じゃ、勝ったぜ、やったぜ。とりあえずそこの B 奥にフラグを投げといて、ヒットしてるね、ジャケついてずるい。オッケー、勝てるんですね。100式ゲット、いる、待って、助けて、味方ヘルプ、体力ないね俺、かわせ、なんか投げも来た、逃げる、いやー飛ばされた。 FMG ついてなくてめっちゃ壁抜けるね、こら、よし、強い、レートでご了承だねこれ。弾数もいっぱいあるし、レートもそこそこなんで、やっぱり強いね。ある程度近距離も打ち合えるし。顔出せ、いる、よし、1キルするじゃん。で、そのまま C 取って、STG か。そのまま C 取っていきたいよね。いるね。その奥はやれる。STG の方が強くない？溶ける速度 STG の方が強い気がするんだけど、気のせい。ほら !LMG! よーし、ここの MG42 も使っていくんですね。まだ C 取りたかったんだって。やっぱ移動速度遅いとあれ、これネックだな。一回ちょっとリロードして、なんか目の前いるから、ここでしゃがんで、しっかりとコッキングしてから、え？後ろいるよ。後ろから失礼するぞ。よし。A をまず1キルするじゃん。で、多分こっち来るはず。顔出せ。いる！めっちゃいる！美味しそう！いや、エイムが下った。やめとこ。あそこ無理で引っ張るとやられる可能性がビレゾン。顔出せ。よし。BM フィールド。よし、停電やっぱ強いね。そしてここに救援物資も焚いていきながら、さあ上からヘルスを戻しましょう。1枚か、どんまい。さあ落ちてこい、いいね。弾343発やばいな、めっちゃ弾あるな。さあちょっと C 見ていきましょうか。待てよ、 C はこれ STG じゃないわ、 D エンフィールドで覗いていきましょうか。 D エンフィールド、あれなんで気づいたんだろう、このことスパイついてたのかな。 LMG と SR っていうね、新極地新しそうだね、やってみたいね一回、ワンチャン強いかもね。そんなことはないか。いる、よし、待て、フラグ来た。こういう時はマシンピストルで激怒のやつやる、いいね。で、激怒になった敵をちゃんとマシンピストルだとかハンドガンで処す。待て、いるよ味方、大丈夫、味方の敵を取っていくスタイル。 A 一層だっけ、どう、顔出してくんな、こんにちは。その LMG は取らせない。さあダブルキル、さあその奥にセミテックス投げて、味方後ろいるよ、何やってんのお前はい、というわけで39キル13です。どうですか皆さん。いや、やっぱりね、さすが LMG ですね。あの、キルレは取れますね、本当に。ただ、ちょっと旗絡みだとか、防衛系に関しては、やっぱり SMG とかの方が、あの、俊敏に対応できるんじゃないかなと。今作ね、旗乗ったらすぐ取られるんで、やっぱそういったところでスコアを安定して取る分って言ったら、こう、空手の方がいいかもしれないんだけども、まあ、キルレをね、取ろうと思ったら、やっぱり、安定の LMG 先輩ですよ。まだね、レード的な意味で、あの、MG はね、まだ使える方なんですけども、他のやつがね、本当に、レート負けしちゃうんで、こちらね、MG42 は、ほら、レートが9なんですよ。ほら、これもアンロックするんだけど、レートだけ見ていくと、ルイスが5で、MG が7。で、ブレインが3で、こちら MG42 が、9ということで、これにラピュアつけると、正直近距離、構えておけば、そこら辺の SMG なんかよりも全然強いんですね。っていった形でね、こちら相談数も優秀ですし、連射速度、レートもかなり強いということで、かなりおすすめとなっております。こういった形で毎日動画上げておりますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ふっ、おっ、よいしょ、あいつ、スナイパーライフォン、え、どうだ、出会った、ゴーゲッチュー。あんな言えば、お前。あれ、カウンター、出せないのか、いや、希望こい。フラグオンラインは、からの、後ろ下がれ。お、倒した、池田、やった。これ何、これ何、スパイダー、雲の皮。あ、してください。やめろー、何を気が動かない。駐車止め。おーしゃ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールで、マジで嘘やろ、え、違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん。